ディクソン島、または、ジクソン島は、北極海の宴会である唐海のエニセイ湾港に位置する島。ロシアクラスのヤルスク地方のタイミルドルガンネ熱地区に、属し、対岸本土と合わせて、ロシア連邦最北の都市型集落、ディクソンを構成する。ディクソン島は唐海のエニセイ湾の北東部、北極海に面した湾港にある岩がちな島である。 本土から 1.5km 北極点から飛行機で2時間ほどの距離にある。島の面積は約25平方キロメートル平均標高は約2 6ルで最高地点は4 8ルである。島は層上の最流の河口岩に似た岩で構成されている。陸村島の周囲にはいくつかの小島が点在する。クソン島の気候はツンドラ気候であり、 キモト類は育たず、一年のうち9ヶ月以上が雪に覆われる。最も暖かい月は8月で平均摂氏5.5度である。摂氏0度を上回る気温は、平均的には6月下旬から9月下旬まで観測される。観測史上最低気温は1960年の低、摂氏52度で、史上最高気温は1955年の摂氏31度である。11月には、 極夜が始まり、2月まで続く。ディクソン空港島の北東部には、ディクソンの町の西半分が立地する。急激な人口減少により2010年に島は閉村され、今ではほとんど無人と化しているが、島には空港があり、週に一度飛行機が発着する。ディクソン島とディクソン本土の2つの集落は1 5トル離れており、 夏には1日2便の船が往復する。冬にはアイスロードの上を車で往来する。春と秋には2つの集落はヘリコプターによってしか行き来できなくなる。リクソン空港から最寄りの空港まではドゥディンカ空港へ 506km、ノリリスク空港へ 526km、ハタンガ空港へは 750km 離れている。タイミル半島の西海岸は二十世紀まで、 無人であったが、17世紀にはすでにポモールの間に知られていた。ロシアの航海者は、なぎ町と分厚い氷からの避難のために、エニセイ湾を利用していた。18世紀に、彼らはこの島に、ドルギム島の故障を与えた。第2回カムチャツカ探検の航海士ヒョードルミニンは、1738年にこの地を、ボリショイセベロボス島地縫いと命名した。19世紀には、 クズキン島と呼ばれたが、1875年に、スウェーデンの探検家、アドルフ・エーリック・ノルデン・ショルドが、極地探検に資金を提供した、実業家、オスカー・ディクソンに敬意を表して、ディクソン島の名を与えた。1894年には、水路学者のアンドレイビリキツキーが正式にこの名を割り当てて、現在の島の名前が定着した。1901年に、島で、 最初の施設である石炭貯蔵庫が建設された。1915年第一次世界大戦の真っ只中に2隻の再氷線の遠征に向けて石炭貯蔵が行われ、初のラジオ局と越冬のための木造庫や二棟が建てられた。村の海村日はラジオ局のコールサインが初めて放送された1915年7月7日だったと考えられている。 まもなく気象観測は中止されたが、空海における急速な海運の発展と、地球物理学者、ボリス・ボリ・ソビチ・ゴリツンの働きかけを背景に、1916年に、高級的な水門気象観測所の開設と維持のための資金配分に関する決議が採択され、主事の水門気象観測機器が持ち込まれた。1916年には8人の局地探検家が、 初めてディクソンに越冬滞在した。帝政が倒れ、ロシア内戦が勃発した後も、暫定シベリア政府、コルチャク政府、シベリア革命委員会などシベリアを統治した政府の管理下で発展し続けた。島は重要な沿岸、沿用漁業拠点となり、1917年には狩猟小屋が建設され、北極ギツメや後に白イルカの狩猟拠点となった。 1930年代には北極海航路の総局の従属下に置かれて、北極圏で最初の電波気象センターと地球物理観測所が設置され、ディクソンの人口は200人を超えた。1934年から対岸本土側での港の建設が始まり、本土側の集落はノービジクソンの名で呼ばれた。 第二次世界大戦中の1942年8月27日、ナチスドイツの重巡洋艦アドミラルシェアが島を攻撃し、激しい防衛戦が繰り広げられた。これは、独ソ戦の戦線としては最東端の記録である、6から7。ディクソン島周辺の島々の名前は、ドイツ軍の攻撃からディクソンを守った、最氷船シュビリャコフの乗組員の名前にちなんで、名付けられている。 戦後、ソ連の開発戦略の下でディクソンは、北極圏の主要な交通ハブとなり、軍事基地が置かれ、数々の学術調査が行われた。最盛期であった1985年から1991年、頃にはディクソンの人口は5000人を数えたが、ソビエト連邦の崩壊後、経済的需要が低下するに従って、急速に人口が流出し、 2019年現在では500人前後にまで減少している。タイミルドルガンネネツ地区の方に従って、2006年1月1日付で、都市型集落として、ディクソンに調整が交付された。島側の集落は2010年に、本土側に移転されて、インフラ設備は停止しており、現在では、空港と水門気象観測所が稼働しているのみである。10、ありがとうございます。